え、こんばんは、天達直し。大変。もう、花金メイキング時期ね、もう金曜日よりもう、順次回ってもうて、土曜日なってもうてね、ごめんな、その代わり土曜日2回できますやんか、ね、正直な話。もう寝てるやろな、みんな。申し訳ないな。それでね、これ、朝、ね、おはよう、今、お会いできた、つうとこでね、方もいらっしゃるので、申し訳ないな。そして、奇跡的に、今日でも、今日 こう夜ね、夜中の間にお目にかかれた方は、あ、こんばんはという形、ね、申し訳ないな。レオも今横で、まあ起きてる、まあ寝て、体は寝てるんだけど、脳は起きてると思います。リーちゃんは後ろでもうほぼ8割方寝てるんかなっていうところでね。今日、だから、初めて天達のチャンネルをご覧になってくださった方にときましょう。あ、下回ってへんけど、ごめんなさい。チャンネル登録ね、よろしくお願いしますんで、意味わからんやろうから、説明する間もなくね、近所迷惑と。12時40分。な。だから今日追って説明ほんましたいけど、ね。一 週間のご無沙汰で、水曜日ね、ちょろっとお会いしたりなんかしたりなんかしましたけどね。そのあたりで。申し訳ない続きでね、今日はだから、人間のね、現場はって人間の肉買いに行って、で、暑いな言いながら帰ってガリガリ君食べて サンディで家から離れた方やったからね、ちょっと、現場から家通り過ぎて、逆方向に行くっていうところでね、そこの肉がいいっていうところでさ、肉を。レオとリル君のちゃいますよ。レオとリル君はもう水曜日に段取りしてるから、今日この後やるから残業ねやるんだけども、リーちゃん今起きたけど、リーちゃんのいいニュースもあってね、話こんなになるけど、リーちゃんのいい話は、後ろのおててに毛が生えてきました。これだから、X かなんかでね、また飛ばしますね、見てやってもらいたいなってことで、ね、だから、8月残りと9月25日で4ヶ月やんか。だから9月いっぱいで、9割方行くんじゃなかろうかという気持ち。後ろの足とお尻の辺だけがまだちょっと遅れててね。あとはもうほぼほぼ毛生えてきてましてね。じゃあまた今、ちらっとね、挨拶代わりしたでしょ。で、今またゴロンしてるけどな。忘れた。で、どこまで行ったん？で、その人間の肉ね、調達して、ガリガリ君食べて、帰ってきて、で、7時ちょい前ですか、4分前か、56分ぐらいだったかな、今日、リーちゃんスタート、18時56分ぐらいスタートして、まあ、トータル1時間なんですが、近くの公園まで行って、そこで20分ぐらいは下手っとったと思うんですけど、でも、バギー乗らんとね、歩いて帰ってきてくれたんだけど、距離は大したことない。まあ、時間的にはまあ、ちんたら歩いて1時間というぐらいなっとったと思うんですよ。で、レオタッチして、レオがまだ長かったんですよね。何時ぐらい、9時前ぐらいだったかな。なんか長かった。だから7時やら8時に行って、下手したら1時間近く外おったんちゃいます？ 40 分ぐらいかな。で、そこからまたややこしなんです。9時回ってるぐらいのに、大五郎のね、一番末っ子の車が、8月車検やいの、もう僕も頭入っとったんや。で、いつものね、車検出しとったところで、やるなーいう話になっとったんです。まあ、その日数まで聞いてなかったから、で、なんかパッと降りてきたんですよね。レオと外におるときに、あ、車検ちゃうんか、思うてね。で、鬼に聞いて、車検証どの子の日数いつや、言うたら、なんと9日今日やったよ。怖いな、思うて、お前。今日で切れるやん、思うてね、車検。怖いことすんな、思うて。もう、車屋さんかけて、で、今日で切れると、もう今日、まだ店いますから、今日持ってきてくださいって、宝塚やん、これ。ね、その宝塚で持っていくことになるんですけど、で、代車手配しますと、できますで、まあ、盆休みに入ると、怖いなもんね。
ボーナス入って、19日からスタートやから、19日からの、まあ、作業スタートになるんだけど、今日だから行って、それ、宝塚まで行って、台車乗って帰ってきて、大五郎と二人で。大丈夫よ、もう11時になってますやん、すでに、11時に、怖いな、もう、燃料ちょろっと入れたりなんかしたりなんかしましたね。怖いな、で帰ってきて、どうすんの、腹減ってますやん、飯食うてないから。怖いことなってね、これ。食べてないから、シャワーしてへんやん、シャワーもっぱつやって。今ですやん、12時44分やんか、怖いでしょ、正直な話。だから、この、まだ、寝る前にこれ、今、6分ですか？だから、ちょっと今日、だから、ほんま昼間から考えてたのは、今日カラオケやったんですよ。申し訳ないな。ドタバタ、まあ、いつもドタバタやけど、さらにドタバタ、こんなドタバタ、なんかそうそうないんちゃうかないうぐらいの、これはレオですね、レオ、まあ、それでいいか、ね、レオちゃんも今、横でね、なんとかたどり着いたかなっていうところでね、私はまだまだたどり着けんやなって、いつ寝んねん思うてね。 明日はまあまあスローなスタートでいいんかなと思いながらね、明日で今日か。今日やな、怖いな。だから今日は申し訳ないけど、これ土曜日でしょ？まあ、土曜日なんてませんやん、正確に言うたら。だから土曜日2回やるいうことでね、甘酢より免じて許していただいての、まあ、ショートでね、ちょっとやらさせていただこうというね。よろしくお願いします。いこう、記念日だからね、あんまり晴れませんから。夜の顔鏡で映せば、なんて悲しい顔なの。強がりばかりで素直になれない、なんて悲しい顔なの。こんな私のどこが好きなの？なぜにそんなに優しいの？私がかわいそうに見えるから、それとも懐かしく思えたから。気まぐれだったらやめてちょうだい、本気で好きになりそうだから。あなたの前では綺麗でいたいし、可愛い女でいたいの。厚化粧は嫌いでしょ、でも今の私、昔の私じゃないから。私はいつも嘘をついてきたわ、お前はいつもそう言うけれど、決してそれは裏切りじゃないんだし、そこまで自分を責めることもないさ。お前の素顔が綺麗だったからこそ、
あの時手鏡送ったんだ、お前のタコを化粧で隠すためじゃなく、素直な心を映せばいい。誤解しないで聞いてほしいんだ、俺が今までしてきたことは、時の手のひらの中でお前に示した誠意愛の愛だったんだ。さあ化粧を落としたら髪も溶かして、このまま静かに眠ろう。 入りましょう。あかん。何の、まあまあいつも何の段取りもないんだけどさ、今日さらにないからもう怖思ってね。だけどちょってなんとか1時までにちゃんちゃんとして、やれたらいいのかな、あかんのかな、いいのかな、あかんのかなとかないう形で、あまりガーンってできへんからそのあたりで。濃さでも喉に来てるし、行こう。また今日ね、明日今日ね、明日今日ねでおかしいけど、まだ土曜日ねはちょっと落ち着いてやらさせてもらうんでね、これはもう堪忍してほしいなというところでね、申し訳ない。君の胸の痛みが僕にわかるといいね、無理に笑顔で別れた、涙色の悲しこさで触れてく街並みの中、駆けてく後ろ姿を引き止められもしないで、幸せがまた一つ消えた、もう少しこの僕に大きな心があればただそれでいいんだ、いいからいえ、僕のそばから優しくしてあげたい。
でいられなくて、わかり合えない歯がゆさを感じ始めた僕らが、愛の道しるべ探し、たどり着いた悲しい交差点、信号が変わったら、やっぱり人混みの中へ消えてゆくんだね。いいからね、僕のそばから、ありがとう。近所迷惑通り越してるけど、まあ周りはね、みんなもう甘夏っていうのはもう分かってございまして、しょうがねえなと、かなのやっちゃなという形ね。だからそこはよろしくお願いしますね。明日、いや明日じゃ今日また勃発やらさせていただくね。2回会えるという気持ちで、得したなっていう形で12時の57分というところでね、今からアップしますので、よろしくお願いします。18分、バイバイ、また会いましょう。よろしく。ロングロール夢見てね。私は今からコックさん、バイバイ、レオもチン、じいちゃんもっとチン、おやすみ。夢見てね。夢で会いましょう。